孫岳は、新末民発の軍人。北京政府、直令派、国民軍に属した。字は、右皇。民の兵部少書孫召集の後衛である。孫岳は幼くして、秀才となった。しかし、祖先の孫召集が、真の征服の際に殺されたことを知るや、半身感情に芽生え、家境を受験しようとせずに、無来の道に走った。 1904年、補定部美学堂法兵科に入学する。卒業後、北洋陸軍第三鎮法兵隊拝長。1906年、陸軍行衛軍艦学堂第二規則定科で学んだ。後に、孫だけは中国同盟会に加入している。1909年の卒業後、北洋第三鎮第九表第三衛艦隊となり、さらに副三領に昇進。 二刀三坊などを歴任した。戦闘三年十一月、王金名、世獣雲、蛛、兵玉将らによる、周議議に参加したが、王会計の裏切りから失敗に終わり、孫は軍を罷免された。その後、南下して、南京の中華民国臨時政府に加わる。孫は、祖末年以王陳母祖軍総司令として、長江の北に駐屯し、新軍と戦った。間もなく、 陸軍第九支市,市長に任命されている。戦闘艇が対して、北京政府が成立した後、孫岳は、厚正と得利列人氏に昇平され、三三軍無権、だし弁路残牧場となった。1913年の第二革命では、遠生外討伐のためのうち、遠第一祖事軍総司令に任命された。しかし、敗北に終わり、利と共に、日本に亡命した。 間もなく密かに帰国し、先制昇華山に隠居する。なお、この時に、後に、国民軍で同僚となる、古景翼と知り合い、五国戦争に抗揚する防義にも加わった。遠征外が死去した1916年6月、北京政府内で暗記派、直霊派、法典派の三大勢力に分かれる。孫だけは、総根と交流があったため、直霊派に加わり、 総の部隊の軍艦共同団団長となった。その後、1920年10月17日に、第15根成旅旅長となり、安直戦争、第1次、笹口じ戦争に参戦している。1922年11月、第15根成旅旅長兼木南鎮守氏に任命され、河北省大名に駐屯した。1923年10月、 孫文が、総根討伐の指令を発すると、孫文配下の李子祖が、孫岳の下を訪れる。孫岳は、李と周期義前からの知人であった。また、孫岳自身が、ご配布の圧迫を受けていたこともあって、孫文側への寝返りを承諾した。1924年9月の第二次、笹口じ戦争勃発前後に、孫岳は、 表玉賞や固形欲と連絡を取り合い、秘密同盟を結成した。そして、孫だけは、この事情を察知していない層から、景気警備副司令に任命され、北京の治安責任者とされた。さらに、呉の軍が、笹口地下戦争の前線に向かった隙を突き、10月19日に、氷は、クーデター発動を指示した。10月23日までに、 孫岳や氷廃家の鹿、少林らにより北京は制圧された。10月25日、氷玉省は国民軍を成立させる。孫岳は副司令兼第三軍軍長に任命され、孫文の北京訪問を後押しした。さらに、孫岳は直令派の残軍を河北から駆逐し、補定に駐屯して、秩序安定と軍備拡充を進めた。 ホテ航空協連省接収の際、元部下で、同行生徒の要つる大空の震源で、国民第三軍航空司令部を設置する。1925年1月、予選間総飛送司令に任命される。8月には、先生ただ主弁に任命された。11月、国民軍の長野や理名将が法天派の李系、林軍と戦い、これを撃破すると、孫だけは、 直例ただ主弁検証長に任命された。1926年1月、石化批判に耐えかねた、兵玉省が下野する。その代理として、当初は、孫だけが、佐々木軍に対する全敵葬式を務めた。しかし、国民軍劣勢の展開に心労を抱え、3月には、病床に倒れてしまう。その後、孫は五元慶刑や北伐への参加を願ったが、 病身のためならなかった。ただ、国民政府から、河南省政府委員、軍事委員会委員などの職を授与されており、国民政府側の一員としての地位は確保している。1928年5月27日、孫だけは、上海で病没した。去年51、ありがとうございます。